園芸ラボです。夏ものすごい食虫植物弱っているんですよ。今年暑かったんで、それについて今日やってみたいと思います。前回はウツボガズラやったわけですから、今回ははい、こんな感じですごいネペンテスは元気いっぱいなんですが、ウツボカズラでなくてモウセンゴケの仲間はこのようにむっちゃくちゃ調子を崩してます。これをなんとかしたいと思います。はい、トリミングしてるやつとしたやつのビフォーアフターです。こんな感じになります。トリミング中のやつはこのように水桶で積んで株が乾かないようにしておきます。このように株分けできるものは株分けしてもらっても構いません。水桶もこのようにかなり劣化していました。植え替え適期だったということになりますね。植え替え前はプラ鉢で根が活性になっていたので、今回は素焼き鉢を使いたいと思います。鉢底に網を入れて、鉢の下3分の1には微塵を取った鹿沼土を入れて排水を良くしたいと思います。底水のする部分までだいたい鹿沼土を入れます。こんな感じでいいでしょう。鹿沼土の上に湿らした水苔を軽く絞ってわずかに入れます。露出している根をそのまま水苔で、新しい水苔で覆う形でいきます。根鉢を崩さない植え方もありますが、今回は土がだいぶ劣化しているのでこのような形にしました。モウセンゴケ自体は根の再生力が非常に弱いので、あまり根を傷めることができません。こんな感じで置きます。茎の基部がこのように埋まらないような状態で、根の部分がしっかりと埋まるような感じにします。後のやつも同じように小株も隙間に植えていく感じです。なるべく根は縦へ伸びているので縦に浮かしたまま、このように隙間に水桶で巻いたものごと置いていく形になります。はい、こんな感じです。仕上げに生水桶、生きている水桶を表面に引いて湿度と水やりの目安にしたいと思います。こんな感じですね。生水苔が元気な状態だったら、このモウセンゴケの管理もうまくいくということになります。では水をたっぷりやって、あとは日当たりのいい、湿度の保てる、風通しのいい場所に置いてあげてください。湿度を保つために密閉した空間に置いて毎日軽くシリンジをします。粘液が出て調子が良くなるまでシリンジは欠かさずしましょう。いかがでしたか。食虫植物、これから涼しくなってくるとなんとか元気を取り戻してくれることだと思います。皆さんも頑張ってピカバリ行きましょう。またねー。